というわけで今イリーの大聖堂の前にいます、今回ですねすごくなんか不思議なエクスペシャルやっててこういうなんか現代風のアートとかですね中国のアートとか、このキャシュダーのいろんなところに入っていてすごく良かったですね。現代的なこういうなんか教会とかそういう信仰が現代的に出ればそう保つためにはこういうのこの名刺もなんかあるかと思います。例えばこのイリーはケンブリッジからですね電車で10分ぐらいか15分16分の来たところなんですけど、こんな大聖堂があります。本当になんかすごいんですけどこの大聖堂の周りを一周したいと思います。ケンブリッジ滞在中はこう何回も来てるんですけどすごいねいい感じの、とこでございます。ここはレディーチャペルっていって中がすごく真っ白なねあのリフォーメーションでなんかいろいろ破壊されてしまったチャペルなんですけど、まあ、というのがあのものすごい規模の大聖堂でございます。そしてこちらに行くと町ですね。町の方に行くとですね。イリーのハイストリートというかメインストリートでございます。まあ、とにかくこのイリーという町はこの大聖堂を中心に、発達しているというか、展開している町なんですね。ピザエクスプレスか。カウオンジアイスとか。ここも、レディースイートですね。イリーチンカンパニーって書いてある。よいしょ。よいしょ。お、なんかマーケットですね。ここはレストランになっています。ずっと。まあ、みんなあのこのカテドラルを見に来るんですけど、ここはですね、もう本当にあの典型的なイギリスのハイストリートって感じですね。はい。こんな感じです。まさにイギリスのメインストリートっていつもこんな感じです。まああのイギリスを車とかで移動してて、でこういう。ハイストリートに来ると大体こんな感じだなと、いうことです。クロム、オリバー・クロムウェルがね、ここはあの10年間かな住んでたんでクロムウェルハウスってのがあるんですけど、このハイストリートの様子もなんかもう旅団としてこうやってお届けすると面白いかもしれませんね。典型的なイギリスのハイストリートです。お店の並びとかそうか、これは、ラジットスーパー、スーパー、パブですね。ドビアンスタイト。こういう、必ずパブありますね。実は。ちょっと、キャティトラルの、ランのはずだったのが、なぜか、イギリスのハイストリートの説明のランになってますが。で、これはスパ。そして、ここ行くとちょっと待ち合わせになってきましたね。よいしょ。よいしょ。待ち合わせになってきました。このなんか街の流れもいかにも、なんというか、典型的なイギリスの、街という感じがします。だからまあ、イリーは、インド料理屋だ。インド料理美味しいんだよな、イギリスのインド料理はな。イリーはだからこういう町を作り自体は本当典型的なイギリスの町だと思うんですが、キャテドラルがあるってことでちょっと特別な感じがするっていうことですか。ブドウクラブって書いてある。道場ブドウクラブ、ここも本当にこの辺りも本当にイギリスの典型的な町って感じしますね。ティピカルございます。はい。
よいしょ。テスコ、これもね、イギリス、テスコといえばテスコですよ。あのスーパーマーケットのテスコですよ。あれはフィッシュ&チップスかな。あのフィッシュバー、フィッシュ&チップスの店ですかね。それでここから上がっていくと、エリキャシザを抜けるということですね。行ってらっしゃい。ここはね、どうよ。お、ここはあの遊園地ですね。遊園地というか遊園地プレイグラウンド。ザパークエリー。クリケットやってるな。そして走っていくと、やばい、エリカシゾーですね。素晴らしいですね。 So I'm in Erie and I'm approaching the Erie Cathedral. It's on the Green Hill. It's a really magnificent building structure andwhen I was doing postdoc in Cambridge, I often visited this wonderful city and admired the cathedral. The wonderful thing about the cathedral is that there are so many visual elements which are integrated and which are serving the purpose of, you know, a statement about the divinity, about the God that people believed at the time, to have created this universe and who was responsible for the origin of morality in humans and the value of life and so on. So, you know, from the contemporary point of view, we make different statements probably, but you know, that cathedral is the, you know, literally apotheosis of what humans used to think at those times. エリーカテドラル、とってもね、本当に、素敵な、場所です。本当にあの、まあ本当に、まあ、現代アートにおいてもいろんな表現があるんですけど、あのエリーカテドラルの中にあるビジュアル表現は全て、神という存在についての、あるいはその神の下での人間の倫理モラリティについてのステートメントなんで、そのような統合とかですね、そういうものがやっぱり素晴らしいなと思いますね。牛がいます。おい牛くん。緑の丘、そしてカセトラ、いいですね。ということで、ヒリカセトラの、まあ、もう1キロちょっとなんですけどね、走りました。旅ラン、本当にこのイースタンアングリアっていうところは、まあ、ケンブリッジの前なんですけど、このヘリーとか、それから、ノーリッジとかですね、グレーティアーマスとか、どっかあの個性のある、街がいっぱいありまして、本当になんか、のんびりしてて、だからもうもけてて、いい、ところでございます。皆さんも機会がありましたら、イースタンアングリアのケンブリッジをはじめとするいろんな街に行ってみてください。以上、エリーカティーズの周りの旅ランでした。